ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG A35 フォーマチックエディション1 2019年式19,000キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。以前ちょっと大宮店の方で A35 は、うん、でしたね。ちょっと装備なんかも詳しくご紹介させていただいてますので、はい、今回ちょっとショートバージョンということでお届けしたいと思います、はい、で土方さんと、うん、あのハッチバックご紹介させていただく機会っていうのが、うん、なかなかちょっと少ないんですよね、振り返ると、うんうん、意外とそうかもしれないね。アバルトぐらいじゃないですか。アバルトぐらいだね。そうは言っても意外とあのツッチーも土方も意外とホットハッチ好きだったり。好きです、ね。はい、たまたまこうそういう機会に恵まれませんでしたが、僕免許取って2台目の車が某国産車のもうバリバリ の, そのホットハッチだったんで、そうですよね、はい、すごく興味のあるところがあるんですけど、うん、なんせこう土方さんと紹介させていただく機会、一緒に試乗する機会がないんで、はい、あの今回はちょっと土方さんのホットハッチ好きの土方さん の, この純粋な意見を聞きたいです、はい、で特に今回これ AMG で一番エントリーとも言うべき、うん、はい、モデルじゃないですか。そうですね。でどうしてもエントリーだとやっぱり削る部分も必要だったり、うん、けどそこは AMG だからしっかり作り込まなくちゃいけない部分もあったり、うん、これ絶妙な立ち位置の車だと思うんですよ、はい、なのでちょっとその辺を今回重点的にご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずエディション1のこれ専用のカラーなんですね。そうです、デニムブルー。これがちょっと正直レビューいくと、土方さんの初見の印象が、うんうんうん、あれはっきりしない色だなと思ったんですよ僕正直言うと。でも何回か見ていくうちになんかこう、あ、これ結構いい色だわっていうのを今は大好きになっちゃいました。あんまりこれ馴染みがないですよね、このちょっと絶妙な紺色というか、ね、僕もあの走っててすごく目につく色だなっていうのはちょっと思ってました、うんうん、でそれがちょっと AMG とつながるとかっていうとなんかちょっとあんまりこうピンとこない、うんうん、確かに。なんか僕勝手な主観で言わせていただくと、ちょっと古めのポルシェだったり BM だったりっていうこういう色があっても違和感全然ないんですけど、メルセデスとか AMG でこの色っていうと多分そこでなんかこうギャップがあったのかなって思います。だけどちょっとクラシックさも感じるぐらいの、あ、そうですね、絶妙な色合いで少しこれパールなんですかね、うん、なんかそんな感じしますね。ちょっとキラキラしてる感じも、はい、だ街中で見てもすごく目を引く色になってますよね、うん、はい。そして専用のこのバンパーというかこのクリームがついたバンパー、はい、そしてこのカナード、うん、そうですね、フリックって書いてありましたけど、はいはい、こちらもついてる、うん、でこういうちょっとしたパーツが、うん、実際にダウンフォースめちゃめちゃ効くんですよね。確かに。でもちろんその国内で乗る制限速度120キロまでだともちろん効果っていうのは多分おそらく限られてくると思うんですけど、実際これドイツのアウトバーンとかでもバンバン走る車があって、うんうん、そこの速度域だとかなり多分効いてくる、まあ、なんちゃってで AMG つけませんから。そうですね、はいはい、この辺なんかもついてる、うん、これもちょっとこんな感じのちょっといいなと思うんですよ、うん、大型のこうカバっていうこうバンパーとか大げさすぎない、はい、うん、でもちろんこの上に A45 っていうポジションもありますけど、はい、うん、僕の勝手なイメージですよ、はい、ちょっと、うん、もうキャパオーバーとかやりすぎちゃってる感を少し A45 までいくとちょっと感じちゃうんですね。そうですね。でもちろんそれがその一つの45の魅力だと思うんですけど、うん、ちょパッケージとしてなんかすごくまとまりがいいのは35の方がいいかなっていう、うん、ちょっと感じる、うん、だそれがデザインにもちょっとつながってて、うん、こうあんまり激しすぎないというか、うん、はい、こんな感じ。そしてそうですね、A35 エディション1だとナイトパッケージも標準なんですよね。はい、そうです。なのでミラーだったりいろんなところが最初から黒くなってたりとか、うん、はい、だからもう価格差でいうと、うん、標準の A35 は120万円ぐらい高いんですよね。そうです。けど内容を見ていくとだいぶお得だなと思います、うん、全然安いと思います、はい。でまあ、それが影響しているのかどうか分からないですけど、中古車価格も非常に安定してるんですよね。そうですね、はい、人気車種だし、うん、評価されているところなの、はい。そしてあとは横に回っていくと、うん、ここも絶妙な色合いですね、うんうん、なんかちょっと土方さんのおっしゃってたこと分かります。なんか分かります。そう、もっとはっきり色つけてもいいのかなと思うんですけど、一応このエディション1専用の、テックマットゴールドの専用カラーということで、これとあとドアミラーの、ところについているそのラインだったりとか、はい、この辺が薄ベージュというか薄ゴールドというか、はい、最新マットゴールドですかね、はい、です。19インチこちらが装着されていると、はい、でサイズの方が、ね、235、35、19、はい、これ P0 が純正装着ということで、はい、うん、そして足元の方も AMG ライドコントロールがついてますから、はいはい、まあ、乗り味なんかもスイッチ一つで変えられると。そうですね、はい、それがすごくいいです。そして横に回っていくと、はい、このデカールが専用で入っていた、これもだから絶妙な、もちろんステッカーなんで、う、うん、
ホイールの色とは正確には違います。違うんですけどね、これもちょっと絶妙な色合いのが、はい、うん、これもなんか白いボディにこう黒いラインがバチンと入っちゃうとか、うん、じゃなくって、うん、なんかこのよく見ないと分からないぐらい、うん、そうですね、はい、ちょっと馴染んでる感じのデカールがしっかり入ってる、うん、そしてあとは全体的には黒のパーツが窓枠なんかも多くて、はい、リアも同じように、うん、235、3519、はい、そしてこれセンターキャップとかも全部ゴールド。そうなんですよね。でこの辺すごいですよね、うん、まあ、抜かりはないですよ。使い回さないというか、あ、そうですね、はい、非常にまとまりのある。そして A35、これ実はボディもかなり補強されてるみたいですよ、うん、はあ、はあ、なるほど。専用のアルミブレースが下回り入ってて、うん、見えないところもしっかり。だから外装のただのドレスアップ車両じゃなくて、うん、もちろん AMG ですから、うん、まあ、通常ラインの、A クラスよりかもかなりブラッシュアップされて、走りの方も、うん、まあ、しっかりされてるみたいです、うん、はい、そして後ろに回っていくと、はい、大型のこのリアウィング、うんうん、これもこれついてるんですね、はい、これね、ちょびっと、はい、これが意外に効くというか、はい、いろんなそのスポーツモデルの車とかもウイングのプラスアルファがついてるじゃないですか、うん、これ効くんですよね、うん、これもアウトバーンの速度域の多分話だと思うんですけど、そうですよね。だからもう二昔ぐらい前になりますけど、 M 当時の M3 クーペとか、でちっちゃいトランクスポイラーがあったりねしたんですけど、これスタイルだけだろうなと思ったんですけど、実際にそのアウトバーンの高速域では全く意味があるという話を聞いた時があります。でどうしてもこう FF ベースなんで、うん、走りの方どうなのかなっていう感じなんですけど、うん、フォーマチックがこれフロント100、はい、リア0から50、50まで、うん、そうです、もうほぼ4駆、オールタイム4駆みたいな感じのトラクションまで持っていけるんで、うん、まあ、リアルのトラクションを稼ぐ意味でも、はいはい、この辺がしっかり。ただちょっと有効ですよこれは。これちょっと僕から物申してよろしいでしょうか。僕も申したいですデザイン的には、はい、正直車の立ち位置的にも、うん、ちょっとこれなくても成立したのかなとちょっと思っちゃいました。そうですね、前回の A35 で何て言ってるかちょっと怪しいですけど、はいはい、そしてあとは、うん、この音、そうなんですよ、ここだけちょっとあれですよね、うん、こうブルンってちょっとなっちゃう。そうですね、はい、これがどうしてもここのあれですかね、うん、だと思うんですよね、はい、うん、で実際に走っててブレるってことは多分ほぼほぼありえないと思うんで、 MG なんでこのゲート閉めた時の衝撃って結構まあまあですから、ね、そう、うん、こう押さえてるバシンってならないですけど、このまま閉めるとブルンっていう、はい、ちょっとここだけ少し私気になってしまいました、うん、はい、はい、僕も気になってます。そしてリアもしっかり、はい、出口が黒くなってたりとか、はい、あとこれがついてるんですよね。そうです、これでお尻のなんかどっしり感全然違いません？全然違います、うん、このしっかりカナードがついてて抜けてると、うん、この辺なんかの整流も AMG ですからきちんと考えられた、こんな感じのエアロパーツがついてます、はい。続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装も基本的にも A35 もうフル装備っていう感じですよね、はい、そうですね、はい、専用のパフォーマンスのシート、うん、これはインディゴブルーでちょっと肩のところにラインが入ってる、はい、これがレカロ製の、はい、まあ、当然 MG でチューニングされてるシートの方がこちらが装着されてると、はい、あとステアリングもパフォーマンスのステアになって、うん、ドライブコントロールスイッチもしっかりついてくると、はい、これもステアリング、これ前回の動画で多分言ってるんですけど、うん、本当車種不明ですね。もういや本当そうだよねステアリングだけ見てね、うん、もう全然上の方でもステアリングと同じようなものがついてると、はい、あと全体的にはこのマグマグレーと、うん、ブラックのインテリア、そして、ダイナミカが多用されているインテリアになってございます、はい、そして装備の方も360度カメラからテレビ、トラフィックサイン、アドバンスサウンド、うん、まあ、その辺なんかもフルフルでついて、はい、ております。でちょっとこの直後ぐらいですからね、うん、コロナの影響でいろいろそのパーツ供給なんかが、はい、遅れが出たり、そう、半導体不足でちょっと一部オプションがつかないなんて、そう、装備品が、ね、変わったりね、ありましたけども、はい、この年式もうフル装備ですから、うん、まあ、安心して選んでいただけるか、はい、であとは、その他にも、うん、最新の運転支援 ADAS だったりだとか、はい、そうですね、ハイメルセデスおなじみの MBUX なんかもしっかりついてると、はい、あとメーターの方はちょっと小ぶりですけど、うん、10.25 インチのこのツインディスプレイ、はいはい、こちらの方がついてます、うん、じゃあ続いて内装、今回ちょっと土方店長が、はい、はい、乗っていただいて、はい、土方愛でお届けしたいと思います、はい、ちょっとじゃあ、はい、私が失礼して、このちょっと実際土方さん乗っていただいて、はい、ここがいいんだよ、ここもうちょっとこうだったらなっていうのを、うん、ちなみに土方さんってホットハッチどの辺を乗られてたんですか？僕免許取り立ての時にカロラ FX 乗っていて、カロラ FX 知ってます？知らない、知らないですか、はい、初代カロラ FX 乗ってました。入れときます、はい、はい、
その後に複数台所有してたので、若い時に、若い時の方がお金あったんですよ。で、冗談なんですけど、はい、その後にスターレットを2台乗りました。ああ、はい、あのライブ配信でもちょっとおっしゃってましたよね、はい、そうです、はい、その辺と、あとは何だろうな、ゴルフの GTI。 なるほど。を乗ってましたね、マニュアルで。じゃあ、はい、いろいろホットハッチを乗り継いだ土方さん的に。そうですね、ホットハッチマニュアルっていうのが僕の基本で、昔は若い時は乗ってました。シートポジション操作性なんかはいかがでしょうか。あのシートポジションは悪くないんですけど、はい、サイドサポートっていうか、横がちょっとこのすごくタイトに感じますね。お腹のとこですよね。そうです、はい、脇腹っていうんですか、はい、そこがちょっとタイトな感じがすごくあるので、なんかそこはちょっとこれ調整できるんですよ。なのでそれはちょっと僕の場合は広げた状態にしたいのと、逆に言うと腰がちょっともうちょっと座ってた方が、フィット感があった方が嬉しいですね。もうちょっとあの腰がずっしりこう入る感じの、うん、ですね、はい、でステアリングの形は僕大好きです。なんていうんですか、ここがなんていうんですか、このシェイプ丸くないんですよね、このステアリング。これと下のところがちょっと直線的になっているという。これはすごく好きですね。でここのエラというかコブというか、これが最近の車のスポーツカーに慣れた人にしてみればあまり出てない印象だと思います。ここですよね、はい、はい、確かに。でもこれは僕なんかすごくフィットします。なぜかというとここがスクエアなんですね。なんで基本ハンドルで握らないじゃないですか、添えるだけなんで、はいはい、こういうふうに持った時に、そうです、この状態ですね。これでこう切りますからすごくいいですね、ステアリングは。そしてあと僕乗って改めて乗って驚いたのは、うん、足元広いんですよね。足元広いですね、うん、このサイズの車と思えないぐらい足元ゆとりのサイズですよね。はい、すごくいいです。もうちょっとこのタイトだったりするじゃないですか、うん、全然アクセルもフットレストも、はい、はい、強いて言えばこうシートがセンターに寄りすぎてますからね。気持ち、気持ちですよ、はい、違和感はないと思います。気にする人は気になるかなっていう、そのぐらいのレベルですね。あとなんかこうやっぱりメーターの視認性がいいんですけど、メーターの位置がすごく低いんですよ。これちょっと僕のポジションにして、はい、なんとなくこの手に持ってるカメラ、これ目の位置にします、はい、こんな感じです。確かにメーター全体低いですよ、ね、低いんですよ。だからものすごく楽です。フードがないですからね。そうなんですよ、はい、でヘッドアップディスプレイもあるので、なんか目線を下ろさずにずっと走ってられるなっていう感じがしますね。これすごくいいです、疲れないっていう。ちょっと思ったのは全体的にすごく出来がいいんですよね、うん、どういうことですか。そういう例えばメーターフードがないのもそうなんですけど、うん、あの機能的なものだったりとか、このスイッチの操作性なんかも、ね、はい、ちょっともちろんそのクラス的に一番エントリーなんで、うん、ちょっとビニールなところとか、はい、プラスチッキーなところとかっていうのもかんあの感じますけど、うん、質感全然悪くないし。そうですね、はい、デザインと色使いがすごくいいんでしょうね。そうですね、そのバランスがすごく取れてるなっていうのはちょっと感じました、うん、だってなんかそう、さっきも言ったように A45 の上にもう一クラス上に A45 いますけど、全然十分高級感もあるし、いやスポーツがない。そして限定のこのラインも入ってて、はい、はい、で奥だけ充電、奥だけ充電今軒並みなくなってますからね。そうなんですよ、半導体で、はい、これもしっかりついてると、はい、そう、はい、だとこの、うん、サイズが変更できるドリンクホルダーについて、うん、まあ、この辺は他のモデルと一緒ですからね。そうですね、はい、しっかりついてると、はい、360度も、うん、はい、ついてございます。でシートがこれあのバケットシートじゃない、スポーツシートじゃないですか。これ通常ですとアドバンストパッケージですか、これが用のシートのデザインになってるんで、はい、それもついてるっていうことで、やっぱりお買い得感満載ですね。あれこれ背中ってどっち絞るんですか。これねこっちなんですよ。あ、そっちに絞る、はい、うわ、うん、こんな感じで、うん、ちょっと出すのがめんどくさいですけどね、この画面、うん、はい、これ今背中でしょ、はい、あと、はい、背中が今めっちゃ押されてます、はい、これスピードボルスター、はい、これで、はい、これ出してみて、すっごい絞られるから、はい、あ、もうギューってギューってすごいでしょ。シートぐらい、はい、絞られてない、絞られてます、入らないでしょ体が、はい、はい、これを言ってたんです。そうですね、はい、もうフルバケぐらいガチガチにできちゃう。いや、そうなんですよ、はい、これすごいですよ。この辺もしっかりついてます、はい、ついてます、はい、いや本気で走ろうと思えば相当、うん、45いらないんじゃないのっていうぐらい。だってシートキレティクスついてんだよすごくないこれ。はい、ありがとうございます。リラックスも、はい、できます。なんでこれうってなってるかというと締め付けられてるからです、はい、これすごいですよ、はい、この辺なんかも、はい、ね、はい、うん、最高です。こんなのもついてると、
めちゃめちゃ贅沢。この機能の多さと、うん、まあ、贅沢さと。そう、はい、なんかね、言うことないんだよね。なんか問題あるかなと思ったら、一つ問題ありました。あれ、土ちょっと言ってたよね。はい、猫背だからシートの形状が。そうですね、そうですね。ちょっとあの、はい、パフォーマンスのシート、このレカロのこれもそうなんですけど、はい、あのここの背中の押し出しがちょっと強いんで、うん、ちょっと猫背だと腰を押されてる感は少し感じます。うん、ただまあ調整はある程度できますんで、そう、まあ、弱めてもらえば、うん、はい、大丈夫だと思います。そうですね。はい。それでも少しちょっと腰が出てるかもしれない。本当？僕は全然ジャストフィットなんで、すごく楽です。あの、座っていただくことはできると思いますんで。はい。まあ、お気軽にちょっと調整なんかして自分の体に合ってるのかどうかっていうのは確認していただけるといいんじゃないかと思います。はい、あとこちらの車はレーダータッチ、はい、ドライブレコーダー、欲しいものセットがしっかりついてます。いいですね。はい、バッチリじゃないですか。じゃあ続いて後ろの席も。はい、このホットハッチとはいえ、うん、ハッチバックですから、はい、後ろの居住性、利便性大事じゃないですか。ですね。これリアも、うん、あのもちろんそのめちゃくちゃ広いですねっては言われないですけど、うん、十分なこのとです、空間が確保されて、はい、ちょっとシート硬いかなっていうのはちょっと感じました、先ほど回していただいて、うん、ただ、はい、まあ、後ろの角度だったり、うん、足元スペースだったり、うん、もう全然実用性十分ある、問題ないですね。はい、割と開口部も広いんで乗り込みやすいですし、うんうん、ちょっとパフォーマンスのシートってここあんまりこう露骨にえぐられてないんで、そうですね、かなと思ったんですけど、もともとがそんなに厚くないんで、うん、割と足元も、はい、はい、全然僕拳1個分ぐらいは、そうですね、そしてつま先も少し入るんで、はいはい、足元のタイトさはあんまりないです。窮屈感ないですね、はい、なんかリアのシート座面が大きいね。あー、そうかもしれない。なんかこんな、僕足短いセークもあるんですけどここまで張り出してるんだっていう感じがします、はいはい、確かにここの張り出しはちょっと長いですよ ね、はい、うん、ただ沈み込みはあんまりしないんで、うん、ホールドは良くないかなと、うん、アームレストと、うん、まあ、定番のドリンクホルダー、はいはい、そしてリアの装備的なものでいくとタイプ C の USB が2系統、はい、そしてエアコンの吹き出しがこんな感じでついております。はい、で上のスペース、うん、全然十分ですね。全然十分だね。僕175、小手部ですけど、うん、はい、上握り拳、うん、1個半ぐらい入れちゃいます、はい、はい、なんで、まあ、大人の方4人でも全然使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、はい、よいしょ。トランクも意外に広いんですよ。広いですね、十分だと思いますよ、うん、でトランクの方が容量が370リッター、広いですね。シートが、424で倒せて1210リッター、うん、はい、この辺も日常使いであれば、はい、ちょっと旅行に行って4人分の荷物とかっていうとあれかもしれないですけど、うん、まあ、日常使い、買い物だったりだとかには全然十分な、だこれストリート最強じゃないですか、荷物積んで。そうと思いますけどね、人も乗れて、大人4人乗れて、早いし装備いいし、はい、でそして下側にはサブウーファーと、うん、だとファーストエイドキットだと少しだけスペースがあります。はい、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、うん、はい、エンジンの方が2リッター306馬力ですかね、うん、M260、はいはい、400ニュートン、うん、で組み合わせるミッションの方が7速 DCT AMG スピードシフトですよ、はいはい、贅沢ですね。でもちろんこの4本ありますけど、はい、普通に考えるとこの車格のこの車重のハッチバックで300馬力って十分以上じゃないですか。十分ですね。言ったらミニの JCW だってマックス300ですよ、はい、そうですね、限定車の GP で300ですよ、はいはい、だちょっと4本がちょっとずば抜けすぎちゃってるんでそうですね、はい、だその辺考えるとやっぱりパッケージとしてめちゃくちゃよくできてるなっていうのを感じました、うん、はい、でスペック的なものでいくと0-100が 4.7秒、これあの他の車と比べると先代の彼らと同タイムらしいです、うん、おーすごい。それは多分馬力的なものももちろんあるんですけど、もう一番大きいのはその車重と、はい、多分フォーマチックの部分だと思うんですけど、そうだね、まあ、そのぐらい切れた走りもできると、うん、はい、こんな感じのエンジンの部分になっております、うん、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ最後にありますけども、ハッチバックいいっすね。やっぱりハッチバックいいよね。使い勝手いいし、ちょっと日頃の足って言ったらだいぶ贅沢ですけど、うん、この便利さったらないと思うんですよ多分。そうですね、コンパクトカーなんですけど、確かにちっちゃいんですけど、これで1台で全て賄えるじゃないですか。そうなんですよね、はい、思いました。万が一冬雪が降る可能性があってもスタッドレス入れてしまえばもう完璧にクリアできますし、サーキットも走れちゃうし。いや本当なんですよね、ね、はい、なんかだから持ってっても、そう、運転も楽しめる。なんかこういろんなところが綺麗な円を描いて、全てこう、うん、5点に近いみたいな、すごくバランスのいい、そうですね、はい、っていう感じはしますよ。あとなんか僕が気になるところって、ちょっとこう黒いドアモールになってたり、ドアミラー黒くしてあったりするんですけど、ドアハンドルのところとリアエンブレムがちょっとメッキ残ってたりするんで、その辺をちょっとちょこちょこっと色を変えて楽しみでいただければ。そうですね、なんかそれだけの違う。その辺のカスタマイズもボンド名古屋得意でもしますんで、うん、ぜひ購入の際にご相談いただければ、はい、ご納車の時までにやるなんてこともできると思いますので、はい、ぜひご相談ください。というわけで今回はちょっと短めでしたけれども、そうですね、はいはい、メルセデス AMG A35 フォーマチックエディション1をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。